こんにちは、福地海斗です。僕が21歳の時に書いた、少女作だと思っている作品です。で、前進団体の幻の国の前進団体の劇集小野組の、代表作だと思っています。で、劇集小野組の旗揚げから、現在の幻の国に至るまで約5年ぐらいなんですけれども、その5年間において初めての再演っていう形になっております。再演をしたくないというわけではないんですけれども、なかなか再演をするという、発想というか思考に至らず、新作公演を続けてきていて、でここに来て、過去作の台本を、新作公演の参考資料に、書いて読み上げていたところ、再演の熱というものが僕の、指に宿りまして、それで、今回本番1ヶ月前ですが、1ヶ月前切ってる状態で、演目変更という強行突破に、踏み込みました。竜宮城のヤギはですね、前身団体の劇集小野組の第3回公演で、タイトルの意味としましては、第1回公演が何々の何々、2回公演も何々の何々、その流れで3回公演である、竜宮城のヤギという感じになっていて、僕はネーミングセンスがないので、特に何かねって決めたわけではないタイトルです。本当にスタジオジブリみたいな、隣のトトロ、風の谷のナウシカみたいな感じで、分かりやすいタイトルがいいなと思ってつけたが、逆に分かりづらくなったタイトルなんじゃないかなと思います。タイトルの意味としては、感激し終わった後にですね、この竜宮城のヤギっていう言葉がある場面を彷彿させる、表現になってくれるといいかなと。まあ、慣れるんじゃないかなというふうに思っております。個人的なものを書くとき、あとはまあその社会の一員として感じている、自分が社会の一員として感じていることを書くとき、いろんな視点があって作品を書きますが、一番難しいなと思うのは、やっぱりこの個人的なものを書くときがとにかく難しいと思っています。これは僕だけかもしれないんですけど、当事者っていう言葉を使うと、その当事者っていうのはすごく客体になりづらいんですよね。それを書くときは絶対に客観でないといけないわけですから、すごく大変なことだなと思います。で、竜宮城のヤギは僕が、どこかで対峙しないといけないと思っていた問題を描いた少女作です。すごく、時間がかかりました。書き上げるまでに、1年ちょいぐらいかかって、第5稿目6稿目ぐらいで、できた作品で、今回再演にあたってまた書き直して、当時21歳の、書き始めは20歳でしたが、20歳の自分と共同執筆で隣に座りながら書いてる感覚でいます。来週からは小屋入りですが、まだ書ききっておりません。主演の、飯島恵里さんに、すごく怒られてます。はい。ただ書き直すにあたってですね、すごくその何でしょう。何かを書くときっていうのは孤独ですし、創作するっていうことは一人になることですけれども、一人を強く自覚することですけど、この再演っていうことで、決して一人にならずに、21歳の自分と座組のメンバーと一緒に作品を作り上げている実感がすごくあります。で、その一人じゃないっていうところは、竜宮城のヤギにおいて強く大きなテーマをはらんだものなんじゃないかなって思ってます。初演は気持ちでどうにかするという 飯島恵里さんはこの前のキャストコメントで、
若さっていうふうに表現してましたけど、気持ちをストレートにお客さんにぶつけるような演出が多かったかなっていうところがあります。あとはなんかすごく儀式的な演出が初演はすごく多くて、でそういう儀式的な何かこの行為みたいなものはすごく沖縄で演じるということに関してすごく意識してたなっていうものがあって、逆に今回は東京でやるっていうところですごくその普遍的なテーマをにフォーカスを当て直したので、演出としてはすごくなんか技みたいなことをすごくやっているような気がします。技ですね。ものすごいこれ1ヶ月前でやる演出なのかってぐらい演出量が多いです。俳優たちはよく頑張ってます。そうですね、見どころとしてはその新演出がもうほとんどですけれども、がどういうふうにラストシーンで効果的につながっていくのかっていうところがすごく見どころなんじゃないかなと、見てほしいところですね。はい、2回という延期と、また本当は5月ですかね、公演は初演、ガールズ、で2回の延期と3年を隔てての3年を経ての再演っていう時間のディスタンスがすごくある状況だと思っていて、でまたその中でこの竜宮城の八木で、ご来場いただけるお客様に、ライブ感っていう表現をする方がいますけど、肌と肌が触れるぬくもりのようなものをお届けできれば、温度が上がる演劇を、熱が上がる空間を、お客様に確実にお届けしますので、ぜひご来場ください。